豊ヶ崎神社は、岩手県花巻市にある神社。旧社家具は孫社。炎上寺門等が文化財に指定されている。創建は不明だが、鎌倉時代末期の1313 13年に社殿が再建された記録がある。室町時代末期の1536年に、当時の花巻城主、ひえ抜き氏が城内に鎮座していた、当社、稲荷神社、八幡神社の三社を合資し、 大屋ヶ崎座三柱神社に改称した。1591年に行われた欧州市置により冷え抜き市が海役となり、代わって当地は南部資料となり、花巻城代に就任した北新愛、周愛親子が引き続き当社を推計し、社殿の造営や様々な奉納物が寄進された。1600年の関ヶ原の戦いの際には、伊達政宗が先導し、 九陵種、我がただちが発生させた一揆により、花巻城も戦場となり大きな被害があったが、直ちに社殿が再建された。1613年に松斎が死去した後は、森岡藩主南部下の一族が花巻城主を歴任し、当社を引き続き庇護した。明治時代初頭に発令された神仏分離令により、仏式が廃され、銅末期に、 周辺の陳述だった八幡神社、琴平神社、神明社が合祀され、現在の社号である、豊ヶ崎神社に改称した。炎上呪文鳥居以下が、岩手県、花巻市の指定文化財となっている。ありがとうございます。